にしてはここは近鉄名古屋です、これでねさっきアーバンライナーに乗って伊勢から帰ってきたんですけど、今度はこのまま豊橋方面までちょっと名鉄に乗ってみようということにしました。名鉄私乗ったことないから、じゃあちょっと乗ってみるべというふうにね考えているわけではなくて、実は正直なところを言いますと、豊橋から熱海までこれから新幹線に乗るんですが、名古屋豊橋だとグリーン料金が4110円かかるんですけれど、これが、名古屋豊橋じゃないや、名古屋熱海だとグリーン料金4110円なんですが、豊橋熱海という買い方をしますと2570円で済むから、実はグリーン料金をけしるというのが正直なところで、まず、よろしくお願いいたします。こちら近鉄の名古屋から名鉄の名古屋というのはもうこのようにねほぼつながっているんだそうで、これ面白いですね。こんなに簡単に行けるんだというのはね、地元民でない私にとってはものすごく不思議なことなんですけれど、つまりものすごくこの名古屋駅の地下にはね名鉄も近鉄もこのようにこうずらずらホームが連なっているわけですから、いやすごいなと思いますけど、早速こう名鉄の方へ向かいます。もうね全然私も分かっておりませんのでね、右往左往で、すごい混乱しまして、あ今ドアが閉まっちゃったどうしようとか思ってたら、ここはあれこれは新宇沼駅という違う電車でした。危なかったものです。一般車とか書いてあると紛らわしいんですけど、16時22分発の列車でしたからまだあと10分あります。駅員さんにねいや大丈夫ですよ安心してくださいなんてこういろいろ言われてね、本当に電車に乗り慣れていないおばあちゃんのような行動をさっきからしております。乗ったことがない鉄道会社だとね、日本中鉄道をあんだけ乗り回してもこうなってしまうのかと、自分でも驚きますよ。もうね、いろいろね、近鉄は特急に列車の名前がつかないし、名鉄は今度は特急列車かと思ったら特急料金はいらないでしょ。これめちゃくちゃでしてね、私にはちょっと理解がしかねる。これがね、私が私鉄があまり好きじゃない理由で、会社によって制度がバラバラだから、もう理解するのが大変だよということなんですけれど、ここにね、一応切符をこう用意してあります。これ昨日買ったやつなんですね。名鉄名古屋から豊橋まで、特別車両券ニューチケットと書かれているものです。名鉄線では全列車、速度種別の料金は徴収ということをしないようです。つまり特急にも急行にも無料で乗ることができます。しかしながらそれらに特急とか快速特急とか、まあ、そうでない場合もあるらしいんですけど、快速とか普通のやつにもねなんかついていることもあるようなんですが、グリーン車に相当する特別車両というものを連結すると、まあ、そういったことがあるようです。でその特別車両に乗るためにこのミューチケットと呼ばれる特別車両券を購入する必要があり、中にはこの空港行きのミュースカイ号などそうらしいのですが、全ての車両がグリーン車特別車、まあ、要するに電車指定席、そんな列車として、運行されるものも一部にはあります。というか空港行きがそうです。これはこういったやつにはきっと特別車はついてないんでしょうね。そして名鉄で有名なのは多分私でも知っているあの真っ赤なパノラマカーというやつ、2010年ぐらいになんか引退したような気がしますので、もう多分走ってないんだと思いますけれど、しかしそれでも現在私が乗ろうとしているこの列車もまたその系譜を踏んでおり、これはパノラマスーパーという列車、これちっちゃい時にね本当に私が5歳とかの時に鉄道図鑑で見た覚えがありますよ。さっき私がああとか言いながらあっちへ走っていくのを眺めたあのパノラマスーパーという列車がおそらくこれからやってきてくれるんだろうと思います。1号車1番その1、1号車1番の席が取れていれば最前列からの展望席、そういった風にね、パノラマを楽しむことができるらしいんですけれども、残念ながら私が昨日の朝6時に買った段階で1番前は売り切れておりました。これのね1本後の本当はね列車はねもっと前々から買ってありまして、JTB でねあの旅行業務取扱い料金ってこれ切符取るだけでプラス1000円かかりますけどよろしいですかって360円の切符取るのにプラス1080円も払ってですね、前々から実は1号車1番を抑えてあったんですけれども、その列車乗ると新幹線間に合わないということが分かりましたので、しょうがない、1本早い列車を買ったら結局のところこちらには空席1番前はなかったということです。でも2番目の人からでも一応見やすいような配慮がなされているということなんですが、あんまり期待はしてないけれど、ちょっととりあえず乗ってみましょうと、そんなところでございます。なお必ずしもその特別車両がパノラマカーとなるというわけでもないらしく、運用の変更などでねパノラマカーではない特別車両、そういった買い方をせざるを得ないという場合も結構あるらしいということを聞いております。一応なんかないか見てみるか、途中の駅だったらあるかもしれませんからね。今日の今からですから16時33分から、例えばそうですねどこまで買えばいいのかよくわからない、これでいいのかな、金山とかでもいいんだけど、この列車か展望席希望、あ、1号車1へ出た、あ、じゃあちょっと買ってみますか。ここに止まってるのはその空港行きのミュースカイというやつでしょうか、特急とこう書いてあってね、全部なるほど確かに300円ぐらい払うのはね要求されそうな座席が連なっております。ちなみにさっき買うことができました以降隣2つ隣か神宮前というところまで座席は空いておりましたので、6分間はこの座席に座って、その後多分どっかから乗ってくるはずですから、その先は元々の座席に戻ればいいでしょう。
本当はね二重購入というのはまあ良くないのかなと思いますけれど、まあ、名古屋神宮前間であればね、まあ、どうでしょうか、まあ、6分間ですから、まあ、多分これ多分というか、まあ、間違いなくこれが誰かに咎められるということは、まあ、ないかと思いますのでね、名鉄に持って行っても絶対これこのまま乗ってくれと言われるだろうから、まあいいのかなと思うことにいたしましょう。この列車はあれか、全車指定席ではなかったのかな。あ、なるほど、まだね、わけがわからないなと思いましたけれど、特別車ホームと一般車ホームがまた分かれているということなんですね。特別車ご案内とここに書いてあって、向こうの4番ホームにもまた同じ列車が到着して、両側のドームが開くんだけど、ドアが開くんだけれども、一般車つまり無料で乗れるその座席については向こう側のドアを開け、料金が必要な、ね、側の特別車についてはこちら側のドアが開くと、そのようなわけなんでしょう。やってきました、これがパノラマスーパーでしょうか。階段を上りまして先頭の号車展望室へ進んでいきます。搬出が展望室になっていたのかな、確かそんな感じだったような気がいたします。これがその展望室からの眺め、一番前のところ途中の、神宮前駅でしたっけ、そこまでは使うことができます。こちらはね、小田急のロマンスカーと違いまして2階部分が展望室になっていますので、高いところから見下ろすような眺め楽しむことができ大変面白いものです。ロマンスカーの展望席は基本的に2階が運転室、1階部分がこれが普通のお客さんの座るところとなっておりますから、通常の運転室さんが眺めるような景色、それを楽しむことができます。対して名鉄のこのパノラマスーパーからの眺めというのは本当に基本的に多分鉄道の眺めではね、かなり珍しい見方なんではないでしょうか。スーパービュー踊り子号を連想しておりますけれども、しかしあちら側はあくまで運転室の後ろ側からなのに対しまして、こちらは本当に一番前の部分からの眺めです。この特急列車、次の停車駅は金山駅だそうです。特急っていうとね、なんかもっとすごい飛ばすような気がするんですけれど、JR 東海の新快速と基本的に所要時間は変わらないと、そのようなことを聞きました。あんまり名鉄線って本当に乗りませんのでよくわからないんですが、金山駅は相当大きな駅のようです。JR はここで中央本線と東海道本線が分かれ、新快速も全てが停車したような気がいたします。名鉄線もさっきも申し上げたように特急が停車いたします。なお右側、新快速電車、東海道線の新快速がちょうど豊橋方面へ向かっておりますけれども、これはつまり競合しております豊橋とそれから名古屋間のその 両方名鉄線 JR 線のかけっこがちょうど今から始まると、そういったことを意味しているのでもあります。次の厚田駅が JR 東海の駅ですが、名鉄線は神宮前に止まりますけれども、 JR 東海の新快速は厚田、通過、こういったところがものとこう違っているようです。ブルークマーさんの動画で私も一度ちょっとね勉強したことがありましたけれど、名鉄線と JR 東海というのはかつてはスピード勝負をずっと繰り広げていたのですが、現在では名鉄がそれをこう自発的に撤退したような形で、それよりも沿線のこう利用のこうポチポチと止まっていくことによる利便性の向上、そちらに舵を切り替えて JR と名鉄のスピード勝負、現在では一応そのデッドヒートは見せられなくなったということでございます。アスタ神宮の最寄り駅、この神宮前の駅からは私は一番後ろ、失礼、一つ後ろのね、この2番目の席に座ることになりました。なお前の座席に座っている方はちょうど私の視聴者の方で、いろいろとねこう教えてくださるということで、ね、本当に助かるものでした。名鉄線このようにちゃんと乗ったのは初めてでしたからね、いろいろ横でこうちゃんとガイドさんが一人つきながら専属のねそんな案内を聞いて、大変便利だって、すいません、大変ね助かりました、ありがとうございます。足元ちょっとね今映っておりましたけれども、多少広々としたような座席、まあ、基本的に多分ちょっと普通の国鉄特急のシートピッチよりは広かったのかな、そのような印象を受けます。なおこの座席ですけれども、こう2番目以降の座席からもねちゃんと前の景色が楽しめるようにということで、床がまず傾斜つけられている他に、前の座席のそのシートの何でしょう、背もたれの部分というのかな、ちょっとそれを短く作っているようです。名鉄名物のミュージックホーンを鳴らしながら通過しておりますのは多分鳴海の駅だと思います。東海道ここの鳴海ではね、鉄道商家でも登場する鳴海絞りの産地になると、そんなことを言うんですけれども、実は東海道線の鉄道商家、その歌に近い部分はどちらかというと名鉄線の方がね通っているんですね。つまり名鉄に乗った方がより鉄道商家らしい旅を楽しむことができるということです。でこの椅子が小さいというのを見ていただいて分かりますでしょうか。私の頭がねもうこのようにこうもう座席の上の部分からこうこうなってしまっていて、枕という感じではないんですよね。もはやこれはもう仕方のないことで、前の景色をこう楽しむために展望室という特殊な区分がされているのですから、これは当然しかるべき工夫かと思います。
このようにね、名鉄線まっすぐな区間が多く、またちょっとした高台を進んでいくこともだいぶ多くなりまして、これは今安城の付近だと思いますけれども、このようにね、こう遠くからパノラマスーパーのシルエットを眺めると、あ、なんか素晴らしい景色だなとこう思うものです。パノラマスーパーのこの独特の断面、これね、前の眺めではなくて、こういったロケーションであれば横のこの景色もまたこうやって注視してみると面白いことがわかるのかなと思いました。そろそろ列車は確か東岡崎だったかなと列車するところだと思います。大きな駅に到着、それ以上のことは私には分かりません。この駅は地流という駅だったかな。なんか線路がね、最近付け替えになったらしいですけれど、周りに鉄道マニアがたくさんいて、みんなして写真を撮ったりとか、運転手さんに手を振ったりとか、一体何があったのか、あ、その前にお座りの方にも聞いたんですが、ちょっとわからないということでした。こっちが岡崎ですね。あちらに見えておりますのが岡崎城、徳川家康生誕の地です。先ほど聞こえておりましたけれども、あの車内のね、車内じゃない、車外にこう流れておりました、パン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 と、この音が名鉄の名物のミュージックホーンであります。これ伝統で、地元でもね、もう20年30年ぐらいこう長くにわたって親しまれている伝統の歌詞があるというのは大変有名かと思います。 あらかじめ保険かけさせていただきますけれど、私が考えたというわけでもなく、私が何か考えているというわけでもなく、これもともとね、こういうふうに歌詞がついているというのを、ただ事実として私からお伝えしたいと思います。今流れているこの音ですけれどね、これの有名な歌詞というのが今からご説明するものです。どけよどけよ殺すぞ、どけどけ引くぞ。これはね、名鉄のパノラマカーという、あの赤いロマンスカーのようなあの形の車両、あのパノラマカーから搭載されたミュージックホーンらしく、運転手さんが警笛ミュージックホーンのボタンをこうポチリと押すと、こうそれが流れ出して、もう一度それを踏んだりすると止めるとか、そういったことができるようで、途中でね、切ったりとか変な切り方をすることもあるようです。どけよどけよ殺すぞと言ったらば、もう名鉄、こう名鉄どと入れるとどけよどけよなんてこう出てくるぐらいで、これはどけよホーン、ミュージックホーンのどけよホーンなどというふうにも呼ばれているようです。名鉄を語る上でおそらくなくてはならない、そんなことかと思いますね。左の方にこれ見えておりますのが、これなんて言ったかな、検査場だとか、そんな風に教わりました。今何か試運転をやっている途中のようです。いや本当にいろいろ案内してくださってありがとうございます。さて右側に見えておりますのがおなじみ、おなじみというか、私は大学の前を通っておりますのでおなじみなんですが、国道1号線で、真ん中はおなじみ名鉄、これこそおなじみ名鉄で、左側、こちらは東名高速道路だそうです。この辺りの主要幹線道路、高速道路、そして鉄道とこう3つ並ぶ、ずいぶん交通の要衝のようなエリアではないでしょうか。あ、飯田線なんですね。右側に見えておりますのが JR 東海飯田線213系です。名鉄線はこの辺りから JR 東海と線路を共用するということになるんだそうです。左側からこのように合流してきた、今これが飯田線とこう合った、噛み合ったところ でここから列車は JR 飯田線に入ったということになります。無論運賃はこれ名鉄線で飯田線に直通しているというわけではありません。向こうに見えておりますのは JR 東海道本線、あちらは新快速電車です。この辺り飯田線は伏線になっております。下り飯田線を下り名鉄線が共用し、上り飯田線を上り名鉄線がこう共用するという形を取ります。なるほど。ズームを進めていきますとね、向こうの方に何やらこう駅のようなものが見えます。もしかしてと思って私も実は知らなかったんですが、でも飯田線と共用区間があるというのは私も知っていたんですけれども、まさか名鉄線とそれから飯田線とそれぞれ共用区間がこんなに長かったとは私も知りませんでした。名鉄の車両も普通に飯田線の線路をどんどん走っていって、その途中では駅を2つも通過するようです。名鉄の全ての列車、この豊橋駅からは急行列車が各駅停車のような役割をして発車していくようですけれども、その途中の飯田線にある JR の駅、これらは全て名鉄の特急列車、急行列車、それから快速急行だか快速特急だか、そういったものも通過をしてしまうんだそうです。
確かにこういったところにはあんま止まらなくても良さそうだって言ったら怒られるでしょうか。でも JR 東海の車両飯田線もまたこの駅へ結構通過する列車が多いのだそうです。特に豊川行きの列車がそうなんでしょう。あちら側もまた飯田線を走っている名鉄線の急行列車でしょうか。あ、そうか、ありましたね。もう一つまた向こうに JR 東海道本線、そして手前こちらが JR 飯田線のホームです。無人駅なのかな、多分そうなんでしょうね。知らなかった、そういうことなんですね。こんなに本格的に徴用してるとは知りませんでした。向こうにも東海道新幹線のぞみ号が見え、もうそろそろ列車は豊橋に到着というところでございます。あ、そっかそっか、あそこもあれですよね、京成と JR みたいな感じで。ありがとうございました。金山駅で、彼らの前に出る感じです。ああ、そうなんですか。じゃああっちが先について、ここでもう先ほどね、金山駅で私が無意識のうちに映していた新快速電車、これで追いつくということになりました。金山駅で若干この新快速が先行していたんですけれども、豊橋駅で何か詰まっているのか、駅にゆっくりと進入をしているようで、こちらが停車するその瞬間にギリギリこのパノラマスーパー号が新快速を追い抜くということになったようです。名鉄線とこの飯田線のね、共用部分のそのホームにやってまいりまして、当駅が終点です。パノラマスーパー、最近では車両も新しくなって一部リニューアルなんかもされたのかな。トイレもね、一般車との境界部分についているようです。この夏で、名鉄線でね、豊橋駅に到着して新幹線に乗り換えました。ぜひどうぞご覧ください。映ってください。あ、すいません、撮ってるから。あの、いろいろと教えていただいて、ありがとうございます。車内でね、こう横でお会いした方がね、あの、いろいろ、まあ、私のちょうど視聴者の方が車内に座ったんで、あの、なんか、喋っちゃって大丈夫ですね。今日、あの、ちょうど法政大学のね、受験で、お帰りのところということですけど、じゃあ、もしよかったら、あの、いい結果が出たら、あの、YouTube のコメント欄に書いておいてください。あの、上に固定して、あの、みんなに多分、いいねがいっぱいつきますから。はい、じゃあ、はい、今後とも、はい、じゃあ、どうもまずはありがとうございました。